はい。まあ、あんまり細かく言いたくないけど、まあ、言わないといけないのかなと思うのは、まあ、ある、まあ、その、インフルエンサーっていうか、いて、YouTube とかでもいろいろ、活動してたけど、まあ、その YouTube が、活動できなくなる。まあ、いろいろな規約に引っかかったり、まあ、あの、逮捕だったりっていうことになって、まあ、でも、逮捕されたから YouTube がダメになるってことではないのね、実は。別に。うん。 それとこれとはリンクしてないんだけど、やっぱりその内容がってことで、いわゆる赤番になるということがなっていって、で、それが出てきてからも、やっぱり活動するのは、やっぱり X の方に、まあ、もう、X の方に行くんだけど、で、やると、まあ、X と YouTube って連動してる。他に配信するものがあるっていうけど、他に強いものっていうのはどうなのかなってまあ、インスタも連動しちゃうんで、なかなか難しいと思うんだけど、 ねそうやってやってて、いろんな活動をしていく中で、こう、私のところにね、こんなことしてますじゃあ、それはわかりますよ。その、なんていうのこの、いろいろなところで、なんか、騒ぎを起こす、炎上するようなことをやるっていうことで、まあ、いろいろ入ってきて、でも、もう私は触りたくないなと。 うん、触っても何にも得がないし、まあ、そうしたからといって、もう言動を見てると、それで動きを止めるわけでもない、反省するわけじゃない。あえてそっちを狙ってるんじゃないか。要するに、X のインプレッションとか、そういう風なところでお金になったり、話題になってるするから、そういうことをやってるんなら余計にそうなっちゃうわけで、うん。で、みんな、この良識ある大人は、これはどうにもならないのかと。こんな無謀が許されていいのかと。 うん。そりゃ、なんかわざとこう分かってやっているっていうふうなことが思わなくもないけど、それを見た若者たちはどう思うんだろうかとか、いろいろなるわけですよ。な、まあ、あの、バイトテレオ的なことを、もう彼らは多分そんなに深く考えてるね、面白いノリで動画に出したらこうなる。例えば、ペロ、スシャでペロペロ事件でもそうでね。うん、なんか不思議なことをやったりすると、 うん、でも、そういう傾向になるのは良くないなっていう、良識ある大人は思うわけですよ。でも、これって止めれないのよなって。で、おそらくやれるのは、通報っていう形しかないと思うんですよ。ねその、X なり何なりっていうふうに、これは不快に思うとか、これはこうとかって。でも、それってすぐになるわけじゃないわけですよね。うん。で、まあ、その、活動の内容は違うんだけど、 どういう形でかわからないけど、そういうふうにしてた二つのチャンネルが相次いで、あの、閉鎖みたいになったのね。うん。まあ、これはどういう形で閉鎖になったのまた復活するのかどうかわかりませんけど、まあ、この良識ある大人は、これ見て、やれやれ、ほっとした。それはそうだろう。うん。だからここってやっぱり繰り返されていくと思うんですよ。このパターンっていうのは。ただみんな思うのは、そんなに、 あの、なんでもっと早くっていうふうに思う人もいるか、かもしれないけど、それやっちゃうと、やっぱり誰でもが、こう通報して、不快だと思えば、妨害するために、そうすれば、あの、閉鎖されちゃうってこともあるんで、まあ、なかなかそれはあの、ねえ、えー、プラットフォーム側も慎重にはなるんだけど、まあ、ただ日本の文化の中で、やっぱこうなるよね、っていうのはありますよね。やっぱこうなる。うん。 結局、複数で考えると、ここが取り上げられちゃうと、もう街の中では騒いでて、うわーって言っててもう、どうにもならないですよ。私もそうなんですよ。結局、YouTube で、ここのプラットフォームがあるから、こうやって言って、こんな朝だとか、夜だとか、昼だとか、こうやって皆さんのね、何千何万でね、えー、数時間、数十分で届くわけですよ。でも、同じことを言ってっても、これ、<laughs> えー、あの、 車に流してスピーカーでって誰も聞いてくれないし、ね自分の LINE の中で、ねこうやって、例えば、2、300人いるんだけど、こう、このお仕事するのにそこに一斉送信したって、本当にみんなが聞いてくれて反応してくれるかもわかんないわけですよ。となると、このプラットフォームを使わせてもらうっていうことは、大変あれなんで、そこに規約もあるわけなんで、でもやっぱりそこを考えていかないといけないことなのかなっていうふうには思いますよね。あのー、 うん。こうなっちゃったらどうしようもないよっていう。まあ、それは分かってたんだけど、きっと自分だけは大丈夫。なんとかなるっていうのが意識があったのかもしれませんね。まあ、おそらく私も絡むこともないし、どうこうってこともないですから。うん。結局、やっぱり、日本の世の中っていうのは、何らかで逮捕。 いうことをされることは、刑務所行く、行かないにをしても、大きくて、それが尾を引いてく、やっぱり前科があるなし、過去がどうこう、ましてや反射だっていうのは、もう立ち直れないですよね、やれないです。というか、もう、かあのもう多分いいだろう、うダメになるだろうっていうふうに思っていかなきゃいけないんで、やっぱり今、若い人たちに言うのは、やっぱり本当の1回のミスがもう致命傷、もうどうにもならないっていうことが、 もう怒りうるんですよ、これ。本当に。後になって何が引っかかってるかわからない。で、これ反射でどうのこうのって言うけど、あの、暴力団じゃない人たちもそうです。うん。あのー、新聞に載るような事件、えー、長い長域行,行くようなことだと、もうデータにどういう形でインプットされてるのかわからないですけど、当然ロ、何年経ってもローンも、えー、部屋も借りれない。うん。リースもできないっていうことはもうあって、 まあそういう風になっちゃうわけだから、まあ本当にそこですよね。うん。あるいは、やっぱり、その、そういう過去があると、仮に授業でうまくいっても、公的な、えー、ことに、名前が釣られられない、えー、補助金助成金が受けられない、えー、っていうようなことはある。絶対とはない。 だけど、うまくいってるとろで後でめくもれてくるとこれはダメっていうことになるっていうことが往々にしてあるので、うん、やり直しが効かないクジもう、リセットが効かない。ね。うん、ねあの、時の首相はね、セカンドチャンスって一度、総理を辞めてね、 でもう一度ってなかなかない。それで長く長期政権をして辞められて結果、まあ、テロにあってっていうことなんだけど、その、ね、自分が作ったご自身の作ったグループが、まあ、壊滅になってその子分たちがね、 その人通力でうまくやってたんだけど、まあその解散して誰もなんかお咎めがなることもなく、国民からはソース感になっちゃって、で、だけども今そこにある岸田政権は次がいないから辞めさせない。誰もここのリーダーに期待もしてないし、えー、思いもないのにやっているって不思議な国なんですよ、この。うん。求心力もなければ信頼もないリーダーがこの国の舵を取っている。 うん、それでも、なんとかなってっちゃうんですね。はい。それでも日本は、この、こんな状態の状況でも、震災の復興は、まあ、少しずつ進んでいって、経済回って、え、雪が降っても何があっても、鉄道も動き、ねえ。えー、すげえな。なんかもう、一層無政府でいいのかって <laughs>。そういう考え方も出る。いや、誰がやっても一緒なのか。 ね、でも、もっと、これは野党、野党のがもっと怖いという不思議ですよね。普通はもうこれ政権交代って、もう、もう二度と同じ、あんな恐ろしいことはね、誰もどこからも口が出ないと、それもすごいですよね。もう、あの政権交代の暗黒のあの何年間でもうこういう風になっちゃったみんななんか、経済的なことっていう、ご商売やってる人とかはもう、それが身に染みてるんで、もうあれは、あれ、あれよりはマシって、なんか、なんかすごいよなだけど、 だけど、もう、その、何か改革しよう、改善する人たちはみんな潰す。新しいことする人たちはもうさせないと。ね。スタートにも立たせないっていう。うん。ね。言うんですよ。お前が言うなって言うんだよね。もう、だから、要するに私に対して何か、もうわか,かるんですよ。もう理屈で何か言えないときには、元ヤクザとか、 うん、そういう言い方して、元犯罪者が喋るにはもうそういうしかないのかなと思う、ね。それ言われた時は価値かなと思うんですよ、私。だって、あなたの言っている言い方がおかしいとか、あなたの理屈が変だ。これは間違ってるならいいんですよ。うん。でも、元ヤクザだとか、元犯罪者が喋るんじゃないって,ってあ、俺の価値かなって思いますよ。だってそういうことですもん。うん。ねで、それに対して、ちょっとヘリクツこねると、あの、いや、そ、それって本当にそう思いますかって。 うん、私はキャラクターでやってるってことだったらどうするんですか私の中身とこれって本当に前科三般超一太郎っていうことを本当に信じてるんですね。おめでたいですねって言うと、なんかまたブチ切れてくるっていう不思議なことがあるんだけど。うん そうも言いたくなりますよね、だって。何が分かってるんですかた、<laughs> と、たまに、あの、このコメントに変なコメントが来るから、それに対してこうやって言うと、私の何が分かってるんですかなんで分かって言ってるんですかあなたが俺にコメントに対して言ったことをそのままコピペして、返してるだけなのにブチ切れるという,う。もうね、あの、俺カウンセラーかなんかやってんのかなと思うぐらいですわ。本当に。無料カウンセリング。以上です。はい、皆さんね。 チャンネル登録、高評価。チャンネル登録、高評価。もう一つ増えましたよ。漫画を買ってください。第2巻、3月6日発売です。ね。漫画。漫画を買ってください。これ。もう、アマゾンに行ってピッとすして。ああ、でもやっぱりこれ一手間だな。漫画が買うのが嫌だったらチャンネル登録。どっちかを選んでください。もう仕方がないです、これは。高評価はいいですわ。ね。チャンネル登録。でも、チャンネル登録して、して、いい気持ちになったら漫画。 アマゾンのリンクを踏んで買っていただければなというふうに思います。第2巻、自信を持って出しております。ねえ。何の自信だって。もう俺何にもしてないしっていう。<laughs> 連載のやつが単行本になっただけなんで。で、えー、3月22日、ね、大阪ロフトでイベントをします。ね。よろしくお願いします。以上です。